我々は壁をよく使います。セッターやレシーバーにとってとても良い練習パートナーです。ボールはすぐに返球され、返球の具合がフィードバックとなり、若いプレイヤーにとってはボールコントロールの学習が効率よく行われます。これは低い姿勢とプラットフォームのスイング抑制を意識させるのに良いドリルです。スイングしてしまうとボールは頭上を越えていきます。これは通常のアンダーハンドによる壁パスです。低い姿勢、広い足幅、スイングの抑制を意識します。難易度を上げるために横の動きを加え、なおかつボールを正面で捉えられるようにします。頭の位置が変わらないようにし、正確な位置でボールを捉えられているか注意します。サイドパスを教えるのに一番いいのは壁を使うドリルです。ほとんど完璧な姿勢で行うボールコンタクトがないと同じところにボールが返ってきません。逆の肩が低く、ボールの下ではなく後ろでコンタクトしていることに注目してください。このドリルではサイドパスを両サイド交互に行います。正確なプラットフォームと効率の良いフットワークが要求されます。